の虹が消えてしまったの、シャボン玉のような私の涙、あなただけが生きがいなの、忘れられない Love you Love you、涙の東京。はい、どうも皆さんこんにちは、今日もねバンビーチャンネルご覧になっていただいてありがとうございます。初めての方もおられると思うんで少しだけね自己紹介をさせていただきます。日本クラウンの三木明と言いまして、そうですね、平成元年、今から30数年前ですね、コロンビアレコードにおしどり流し下でデビューさせていただきました。1989年、それから4年後ですかね、日本クラウンに移籍しまして、曽根崎女物語という歌でね、今度は作曲家としてデビューさせていただきました。私のペンネームは、作曲ペンネームはね、三木明、カタカナの三木明なんですね。歌詞は美しい城と書いて三木、旭川の旭で明、三木明、歌手名ね、作曲家カタカナ三木明で、それから1990年にね、もう歌ではね、なかなか飯食えないんですよ、ほんまに。今は特にね、アーティスト歌手とかね、もう音楽業界コロナのせいで大変と思います。今年いっぱいちょっとね、活動が難しいん違うかなという感じもしますね。だから私教室もね6つあるんですけど、5つが今 休校ですわ、休んでます。金一銭も入れん、もう大変ですわ。これどのして食べていこうかな思って、誰か助けてちょうだいという感じでございますけどね。いや本当にもうコロナで大変な、世の中になりましたね。まあだけどね、こうしてね、松岡優先生がね、こういう YouTube をね開いてくれて、こうやってね YouTube でね、こうしてレッスンして皆さんにお顔をね、覚えていただく、そしてね、歌も聴いていただくという、本当に松岡先生には感謝しております。本当にありがとうございますね。生徒さんもね、こうしてね YouTube でねレッスンさせていただいて、本当に感謝してくださいね。今日は生徒さんやなね、後でよろしくお願いしますね。まあそういうことでね、コロナに負けじと頑張っております、三木明。今後とも応援の方よろしくお願いいたします。はい、それではね、今日の、生徒さんはね、瀬戸純子さんね。今日は2回目の挑戦ですね。どうぞこちらの方に。この前ね、初めての時ね30分遅れてね、大変やったな、あの時ね。どうぞマイクこれやね、大丈夫ですか。あの今日はもう緊張してないでしょ。してます。してますか。今日の歌は東京迷子ね、藤井かわいさんの歌、かわいやと思うんだけど、かわいやと思うんですけどね。まあこの曲をね、していきたいと思います。まず最初にね、カラオケでねちょっとワンコーラスね歌っていただきましょう。そしてねチェックして、ちょっと悪いとこ歌詞をアドバイスしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではお願いします。
譜面通りね歌えてますよ、今日のレッスンはねちょっとこれ3年の曲なんで、例えば夜のしじまをね、夜のこれ3年ですね、これは3年だ、1拍でこれ夜のしじまをね、これこういう流れどうしても今ちょっとねだらーっと歌ってる感じがしますんでね、ちょっと待ってね、ごめんね、ちょっとだけ、弦が伸びてますね。なんで出だしね、例えば夜、僕は、キーが低いからオクターブ上げますね、低いとこはオクターブ上げます、高くなったら自分の、キーで自分の声でやりますね、キーを下げますから、まあ、釣られないように、最初釣られたもんね。だからね、これで、ね、夜のしじまをすり抜けて、このね、だから夜のしじまをすり抜けて、こうなってるわけですね。こういうところね、例えばこのリズムの合わせは夜のしじまをすり抜けて抜けて、こういうところね、ちょっとやってみようか、1、2、3、はい、夜のしじまをすり抜けて、そうそうそう、で、またノリがようなるでしょ、そういうとこね。で、会いに行きたい今すぐに、ここも一緒ね。だから、前のフレーズから歌えばね、夜のしじまをすり抜けて会いに行きたい今すぐに、ね、今すぐに、もうベタっとしまうね。こういうところやってみましょう。はい、頭いこうか、1、2、3、夜のしじまをすり抜けて、そう、会いに行きたい今すぐに、されて見下ろす街に恋しさだけが勇気惑う、そう、そうね、最初の、やったらあとだんだん歌えるでしょ、だいたいその感じが分かってくるね。ね、窓にもたれてねのとかあるでしょ、だから会いに行きたい今すぐに窓にもたれて、で、手の時にはすぐにファの音にポンと上がってるわけやね、今のはね。窓にもたれて、下からすくい上げる。で、ね、柔らかくなる。例えばこれを。窓にもたれて、となんか投げやりに聞こえるわけね。ここはね、窓にもたれて、て、て、ミファやから、このとこちょっとやってみようか。はい、会いに行きたいから、窓にもたれとこやってみようか。前のフレーズ弾こうか。
一泊ずつの時に、まあその一泊の歌い方というのはね、いろいろあるわけですね。まあ演歌のちょっと柔らかい歌謡曲やったら「好きよ」こういう歌い方もあり、この場合は声に余韻を置いててくださいね。余韻を置くというのは最初のこのソネ「好きよ」ね、だから「す」も「き」も「よ」も声の余韻を置いとって「好きよ苦しく胸にその胸に溺れたい」なるから、なるべく余韻をね、相手に声を前に押し上げる気持ちでちょっと歌ってみてくださいね。はい、見下ろす街から行こうか。それね、例えば肌がため息が泣いてあなたで探す、はい、探すのところで探す拳のマーク入ってるわね、はい、ここさ少し拳回してあげる、うん、そしてね泣いてってあげるよりも下からちょっと持ち上げてあげる、持ち上げね、持ち上げというのは泣いてあなた探す探す、これ拳ね、拳でまあ軽い拳ね、ここのところちょっと難しいけどやってみようか。泣いてあなた探す、これね、泣いてあなた、これをね、これ持ち上げね、これを持ち上げるのでもね、これはゆっくり持っていたらね、逆に重たくなるわけ。例えばね、泣いてあなた、こうしたらもう重たいでしょ。手の持ち上げをなるべく早くね、泣いてあなた探す、こういう歌い方やってみようか。難しいけどやってみようか。指がここから行こうか。三、はい、指が鼻がため息が泣いてあなた探す。そうそう、今の流れね、今の流れもう一回やりましょう。今の流れね、だから持ち上げるときはなるべく早く持ち上げて、泣いてあなた、この早くね、こういうとこね、もう一回やろうか。指がここからここが3、はい、指が花がため息が泣いてあなた探す、会えないままじゃ切なくて私も方はそれね。それでもう一つね、ちょっとあの参考というよりも歌い方ね、歌は夜のしじまをすり抜けて、これあるでしょ。だからなるべく小説、言葉の頭の声いうのは大事にね。例えば流れないというのはね、夜のしじまをすり抜けて、こうしたらもう音がもうあのリズムが流れそうでしょ。だから重たくなる、ね、夜のしじまをすり抜けて、どこにアクセントが入ってる、夜のよう、しじまのし、抜けて、こうね、これを全部そう、こういうとこもう一回ね、ちょっとアクセントを入れて、今注意したとこを、やって
ちょっともう一回ちょっと歌っていただきますと、もっと良くなりますね。だいぶ違うよ、わかります。だからね、こういうまあ普通に三連の曲は初めてかな、何回もやってんね、はい、だから三連はそういう流れね、そういう流れをなるべく三つの言葉一拍でね、だから練習としてはこれね、夜のしじまをすり抜けてちゃ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 会いに行きたい今すぐに、そうね、こういうとこね、こういうとこ大事ね、こういうとこね、やっていったらもうだいぶ歌えるようになったと思うよ、今の流れでね。それでカラオケでもう一遍歌ってみてください、はいはい、でカラオケ行けますか、大丈夫、はい、それではカラオケもう一回流していただけますか、今の流れでちょっと一遍歌ってみてください。分かりましたよ、自分で分かります、まあ自分では分からんと思うね、だからね、後でまた録画ね、録画でも動画ね、はい、見てくださいね、だから最初歌った時と今の歌い方とやっぱり変化があります、だからその変化ね、これをね、1回ではなかなか難しいと思う、これを何回もやるうちに、あ、自分のものになってきます、で、まあ、体でこれがリズムが取れるようになって体で歌えるようになればもう締めたもんです、だこういう流れね、一箇所ね、今の歌い方でいいんですけど、まあ段で言うたら早いね、1,2,3,4,5,6段目、6段目、こんなに言うたら怒られますけどね、
何小節目や普通言うんですけどね、6段目探す、これね、泣いてあなた探す、これこの拳がスー、この拳も早く、泣いてあなた探す、スー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 、なるべくここの拳早くね、これがスー言ったらまたこれが重たくなる。ここの拳はね、これ一箇所だけやってみましょうか。指が肌がため息が泣いてあなた探す、スー、首ちょっと横に振ってみてください。指からいきましょうか。3、はい、指が探すになってる。探す、すー、すーったらすぐうーの音上上げてみてください。もう一回ね、3、はい、指が花がため息が泣いてあなた探す、そう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 、ね、そう、すう、すうの母音のうをすぐ上げるわけね。すーすー、こういう拳ね、こういうとこが一番大事やからね、はい、こういうとこができるようになったのもバッチリですからね、はい、この歌はまたね、今の流れで、練習してください、はい、そしたらもっともっと、上達して、私も歌手デビューしようかなという形にできますから頑張ってくださいね。はい、はい、まあそういうことで今日のね、レッスンは東京迷子でした。瀬戸さん、ね、どうもありがとうございます。いや、先生ありがとうございました。頑張ってください。はい、パラパラの拍手ありがとうございます。今日もね、観客が少なかったからな。まあだけど大変ね、コロナ。今見たら東京400人。すごいな。生放送がすぐ分かるんですわ。もう携帯にパッと入ってきます。はい、それではもう一方ね、はい、三崎陽子さん、6曲、僕の作品は6曲歌ってますけどね、最後の曲言ったらおかしいけど、6曲目の曲ね、可愛い女になりたいという歌ね、もうこれはね、はい、まあそれではとりあえずCD 聴いていただきましょうか。その前に、はい、ちょっと、はい、あ、宣伝ね、はい、はい、わかりました。あの、日本クラウンの三崎陽子です。四国の、辻さん、ご覧になってますか？そして、辻さんのカラオケ仲間の皆様、一緒に今日ご覧になってますか？お隣におられるのが、師匠の三崎陽子先生で、レッスンはすごい、上手でございます。そして先生、辻さんがね、このコロナがなかったら慌ててこっち来て先生に習いたいな思います。もうコロナでちょっと今出られないのが残念で、またこちら来た時はレッスンお願いしたいことでございます。わかりました、お待ちしておりますので、ちゃんとご報告しましたので、はい、そしたらレッスンお願いいたします。はい、CD 流すよね。はい、はい、CD 一遍お願いします。幸せになりたい。
優しく強く私を抱いて お酒に酔いたいな可愛い女になりたいなあなたどうする嫌いになるの今のまま私激しく強く激しく強く私を抱いて安らぎが欲しいな二人だけのお城であなたそうでしょう信じていいの窓を開け私を愛して明日優しく強く優しく強く私を抱いて今聞いたすごく若い声というか可愛く歌ってるね。そうですね。これ何年ぐらい？もう5年ぐらい前かな。5年もっともっとなる7、8年前。あ、そんなになるか。はい。そうやね。あ、歌いありがとうのカップリング曲ね。はい。あの四国の辻さん皆さんなんか今この流れてる CD 聞いてる時にね辻さんのグループが、四国で今こうしてねみんな集まって生で聴いてるということでありがとうございます。皆さんがあるおかげでこのねバンビーチャンネルも発展していくと思うんでねこれからもぜひね皆さんよろしくお願いします。今日はねあの可愛い女になりたいね聞いたことあると思うんですけどこれをねちょっとレッスンやっていきたいと思いますけどまああの可愛い歌って大丈夫なんですけどね例えばこれ僕オクターブ上げるね幸せになりたいななりたいなこのねなるべく前も言ってるようになるべく 横開きね横開きあまり開いたらにやけになるからね幸せになりたいな可愛い女になりたいなそうこれねはいちょっと譜面書いてくれるせやな余裕がなかったなまあ本人の歌やからねそれでも構わないけどねいっぺん幸せになりたいな可愛い女になりたいなちょっと歌ってみようか1、2、3幸せになりたいな可愛い女になりたいな
今ので大丈夫。かわいいの時にね、かわいいがねちょっと強かったわけね、はい、ちょっとプロやからね、はい、厳しいですけどね、はい、幸せになりたいな、かわいい、これ押し上げてしまう、かわいい女に、軽くやってみて、そうね、幸せになりたいな、かわいい女になりたいな、そうね、かわいい、かわいい、あまり歌いすぎないね、ここら軽くやってみて、かわいい女のところだけね、はい、もう一回頭からいこうか、1、2、3、幸せになりたいな、かわいい女になりたいな、そう、はい、次、あなた聞こえる、はい、こうのとこね、今あなたのあはね、あのソのシャープねついてるね、それも今のいいんですよ、はい、いいけどね、若干ね、あなたのあがね、これね、あこれが、あ声を 歌おうと思ったら、ここがちょっと今の音よりちょっと上がりみになるわけ。例えばね、なりたいな、あなた聞こえる、卓球谷に言えばこのあの音はちょっと高いわけですね。これをね、なりたいな、あなた、ああと、あの違いね、あなた聞こえる、このあなたの、あなたのこの声を出してほしいね。ね、いっぺんやってみようか、ゆっくりいこうよ、なりたいからね、なりたいな、3、あなた聞こえる、そうそう、そういうふうに歌ってくれた方が気持ちがいいね、あなた聞こえるって相手に訴えかけてる、その表情がこっちに伝わってくるわけよね、はい、その流れ、今の流れもう一回言ってみようか、はい、3回、あなた聞こえる、これはね、まあ、今のね、私を見つめてのテーマ、これいいんですけどね、私を見つめてて、まあ、瀬戸さんのレッスンしたように、私を見つめてって投げるよりも下からちょっと持ち上げていく、私を見つめてててね、こういう演歌独特なね、これを持ち上げ方ね、これいっぺんやってみてくれる、あなたのためよからいこう、3回、あなたのためよ、手を貸して私を見つめて、後ろは見ないで、そう、はい、ここのね、あの、まあ、ちょっと厳しいけどね、後ろは見ないでと、なーね、声の余韻が大きすぎね、これはね、タッタッタッタン、タッタッタッタン、これ乗ってほしいわ、例えばね、後ろは見ないで、見ないでと、見ないでね、見ないで、こういう流れちょっとやってみようか、私を見つめて後ろは見ないでね、高くなるか、あなたのため、ここから言ってみようか、後ろを見ないでまでね、私のためよ、手を貸して私を見つめて、後ろは見ないで、ねえ私を抱いて、優しい、ここ
も2泊やから間違いのないよね。はい、ねえ私を抱いて優しく強く優しく強く私を抱いて。そう、今のね、今のね、抱いてはね、自分がね、こういう歌い方はね、ほんまあかんないよ。なんでかだ、感情は先走ってるわ、はい、ね。オクターブ上げようか。私を抱いて、ここからもう感情が先走ってしまったわ。ダーの声は出してあげなあかん。私を抱いて、抱いだ、二つ目のEの音が大事。抱いて、この音ね。私を抱いて、三回。私を抱いて。そうね、その絶対ね、だ、今の歌い方いいよ。このだを最初から口の中でこもらせた。というのはね、さっき感情が走ってるわけ。感情で、抱いて私を出そう。いう気持ちがあるから、私を抱いていたらもう幽霊が出てくるからね。私を抱いて抱いて、だの声前に出たでしょ。このだのやっぱ言葉の最初の言葉は大事。前で歌ってあげなあかんからね。そういうとこね、気をつけて。もう一回そこ行ってみようか。優しく強く私をから歌おうか。強く私を抱いて。今の歌い方がいいわけ。これ覚えた、まあ、自分の歌やからな。まあ、もっぺん行ってみようか。もうこれカラオケないからね。ちょっとギターでやろうか。いいよね、最初から、うん。それで歌ってくれたり、はい、まあレコーディングはちょっと可愛く歌えたからちょっと可愛く 歌いすぎてるけどね、はい、まあ今の流れでまああのね、何回も歌っていったら歌というのは味が出てきますから、はい、そういう流れでね、あのこれからも自分のオリジナル曲やけどやっぱりあ CG とあ違うないう形でね、譜面は譜面通り歌ってくださいよ。あのよくね、あの慣れてしまったらね、よくねステージなんかも崩してしまうんですわ。別に崩すんでもいいんですけどね、あのとりあえずは譜面通り覚えてから崩してください。崩すというのはまだちょっと、あ、5分ぐらい時間あるな。崩すというのはね、例えばね、幸せになりたいな、これね崩したわけね、わかる？こうこれは崩しね、別にね、あのステージなんか構わないよ。自分の歌やったらね構わないけど、なるべくは譜面通りしっかり覚えていただいて崩す。もう最初から崩す覚え方したら、もう譜面通り歌え言ったらもう歌われんなるからね。譜面通り歌えて崩すのはいいね。幸せになりたいな、可愛い女になりたいな、これ崩しとわけね。だからリズムに合わせれば崩しても構わないけど、絶対
歌を覚えるときは必ず譜面通り覚えてください。これだけね、もう崩す覚え方、してしまったらもうあとは譜面通り歌えなくなりますからね。そういうとこね、気をつけてくださいね。はい、まあそういう流れでね、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、瀬戸さん、今日2回目の挑戦ありがとうございます。どうでした？ちょっとうまい。どうでした？はい、ありがとうございました。前の時と違って先生に釣られませんでした。あ、そうや、釣られるようになったね。まあどうしても仕方ないんですけどね。もうどうしてもね、男をキーをね、オクターブ上げたら僕ら高いしね、オクターブ上げた声が女性のキーなんですけどね。まあそれやってもしゃあない。だけどもうだんだん慣れてきましたから大丈夫です。はい。またこれからも頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。頑張ります。それでは次の放送が8月の7日。タイトル何やったかね。浮世橋。金沢春江さんね、浮世橋に今度もう一回2回目ね、挑戦したいということでね、8月7日お昼1時から生放送でバンペイチャンネルよろしくお願いいたします。はい、それでは皆様また会う日まで、イエイ、さよなら。